はい、アナパンです。僕は航空管制官エアポートヒーロー羽田オールスターズの続き遊んできます。レベルアップしたのでちょっと背景変えましたね。日没後の羽田空港に変えました。うん、いい感じっすね。ではやっていきましょうか。はい、今回はですね、ステージ25をやっていきます。今回もですね、1時間半の完成となります。ステージ情報としては、機内で急病人発生、いち早く誘導せよ。なるほど、そういうシチュエーションになるのか。では、航空機から急病人の連絡が届く、急病人を乗せた航空機を優先して着陸させようというところですね。で、ボーナスチャレンジとしては、滑走路05から5機の離陸達成ですね。あと ARS622 をスポット55に駐機完了。これが急病人の飛行機になりそうっすね。あとは着陸を指示をせずにクリアというところですね。ではやっていきましょう。はい、ではスタートですね。まずは到着便1機と出発便1機いるという状況からスタートですね。で、まずは到着便 ANA384 は北側から来てます。で、出発便については、JAL1193、こちらは第1ターミナルから出発ですね。で、ボーナスチャレンジとしては離陸達成なので、出発機の方ですかね。うん。で、まず ANA384、まず風については1ノットだから気にしなくて良さそうですね。では、北から来てるし22ランウェイで行きましょう。ですぐに SNJ84 も追加になりました。南からですね。はい、こちらは第2ターミナルなので 34R 使いましょう。はい、出発便 JAL1193、どっから行きましょうなんですけど、05ランウェイですね。はい、タクシールート A で行きましょう。で、続いて到着便 SFJ30、南から来ていって、第1か。まあ、基本的に、あれですね、出発便については05使うから、で、ANA1379 出発便追加になってるんですけど、第2だから 34L 使いましょうか。はい、ANA384 はタワーハンドオフできずに着陸許可ですね。はい、到着便 SMJ84 着陸許可ですね。で、ANA1379 出発便がもうそろそろ滑走路指示出そうですね。第2ターミナルからで、こちらも05を使いたいんですけどね。大丈夫だよな。05のタクシールート A で行きましょう。あ、で、ANA384 到着しましたね。で、こちらのスポット選びについては、この JAL257、第3ターミナルに飛行機とニアミスする可能性があるので、まあ、147に入れますか。タイミングよくあれですね、JAL257 の方も出発承認って出ましたね。で、SNJ84、こちら、到着ですね。で、スポット選びをするタイミングと ANA1379、このタクシン許可が被ってる、先にタクシン許可出して、で、SNJ84、C10 グラウンド A にして、あ、スポット55入れられるんだ。けど、これ和なんですね。だから、ちょっと一旦待機かな。一旦念のため、この ANA1379 が、この第2ターミナルからちょっと一旦離れた時にちょっと指示しましょう。で、あとは ANA384 がこれで、第3ターミナルこれで到着するので JAL257、出発指示出しましょう。05ランウェイですね。はい。はい、もう一度ですね、SNJ84 のスポット選びですけど、63使いましょう。もうこの ANA も離れたんで、第2ターミナルから。うん、ここで OK ですね。
ではここで問題なくで、SFG が着陸許可出したので、もう少しで、あ、着陸許可今からか。先に34L っすよね。着陸許可出して、あと JAL1193 ついては離陸許可ですね。ちょっと待ちになってるんで、JAL1109、先に出しましょう。05ランウェイで指示ができない05ランウェイ使いましょう。はい、タクシールート A で行きましょう。 JAL1109 ですね。はい、で JAL1193 は離陸許可と。忙しいな。今のところ出発便 JAL1193、 これが今から離陸です。ANA1379 は今05に向かってます。 JAL257 今から05に向かいます。あと JAL1109 は、今プッシュバック中ですね。で SNJ84 ついては第2ターミナルの方に向かってる。もうそろそろで到着。 SFJ は今から着陸っすね。だからこの SFJ30、 これが着陸して指示間違えると、この JAL257 とニアミスか。なるほどね。まあこの感じなので大丈夫だと思いますけど、けどこの風景いいっすね。うん。で、先に指示、タクシー許可か。で、はい、SFJ を、これだと、あ、そうか。第一か。A10 グラウンド A にすれば、まあ問題ないのか。ちょ、完全にあれでしたね。第三ターミナルと勘違いしてましたね。なので、この上側に指定すれば、問題なさそうなんで、17に入れましょう。はい。で、JAL1193 は離陸済み。ANA1379 はもうそろそろで離陸か。はい。で、あと到着便一件追加になりましたね。JAL1192、南から来ていて、第1。だからこれも 34L っすね。はい。ANA1379 はこれで離陸許可ですね。はい、これで ANA1379 が離陸ですね。ちょっと余裕なので見ておきましょう。最近ちょっとあれなんですよね。余裕なさすぎて、これずっと見届けることができないんですよね。いっぱい指示がありすぎて。まあ、いっぱい指示がありすぎてというか、期待が多くなりすぎて、あれですね。指示するポイントが多くなってるっていう状況ですかね。はい、これで ANA も離陸ですね。で、あとは、この2機、05の方に向かってるんで、あともう1機、離陸すれば、ボーナスチャレンジ1個クリアしますね。はい、到着便 ANA244 追加になりましたね。北から来ていて、国際線なので22使いましょう。はい、JAL1109 は離陸許可ですね。で、この後ろに JAL257 がいて、まあ、ちょっと近いんですよね。なので、まあ、なるべくあれっすね。ちょっと、離陸許可の指示が出た時に、ちょっとまだ近い状況であれば、一旦、あれかな？滑走路前待機とかしないといけないかもしれないですね。まあ、こんな距離なんで。うん。意外と遠そうで近い。うん。はい、これで JAL1192 は着陸許可ですね。はい、着陸許可指示出して、まあ、このタイミングであれか、JAL257 か。まだ離陸の準備中っすからね。やっぱ一旦滑走路前待機しましょうか。そっちの方が接近アラート出ないと思うんで、はい。先にあれっすね、この JAL1109 を見届けましょう。
はい、ここで離陸しましたね。で完全にここで離陸し終えたので、この後に離陸許可出しましょう。はい、追加で到着便1機追加になって JAL1256 ですね、北から来ていて第1ターミナルなので22ランウェイ使いましょう。はい、で出発便1209第1ターミナルからですね、こちらは、05ランウェイ使っていきましょう。これでボーナスチャレンジクリアっすね。あ、けれどもこの JAL1192 今、ここで着陸しますけど、確か第一でしたよね。まあ、このスポットの空き状態によって、ちょっと念のため A12 にしよう。あ、これだと、この A19 だとしても、え？いや、一旦余裕持って待機させますか。で、この JAL1209、こちら、ごめんなさい。タワーハンドオフですね。この先に JAL1209 をタキシン許可して出発させた後にスポット指示しましょう。はい、で、続いて ANA244 へ着陸許可ですね。22ランウェイに着陸と。で、JAL1209 ですね。これが動き始めたので、JAL1192、こちらを19に入れましょう。はい。これは、投影機ですね。今回のボーナスチャレンジに投影機はないので、まあ、出発させましょうか。結構大回りっすよね。ANA246。ちょっと覚えてないんで、結構ぐるんと回りますね、これね。これどっかで罠になると思うんで、この ANA1283 か。これとか、あとは、もうそろそろ到着する ANA244 とニアミスする可能性が出てくるように、設定されていると思う。気をつけましょう。はい、というところで ANA244 ですね。これで着陸と。国際線のこの第3ターミナルだったと思うので、まあ、北側のスポットに入れれば OK ではあるんですけど、空いてるかな？あ、上側空いてましたね。スポット144に入れましょう。はい、続いて JAL1256 着陸許可ですね。こちらも22ランウェイですね。なんで上側のスポットに入れましょう。さて ANA1283、出発便のところですけども、こちらも今のところ合わせて05ランウェイ使いましょう。なるほどですね。トーイング機、これニアミスする相手がこの ANA1283 かと思いきや、こっちの1325のこの貨物機ですかね。第2の北側に現れたんですけど、こことニアミスかな？なんかそんな気がしますね。この2機結構気をつけないとちょっと危なそうっすね。ちょっともう一度、投影機はこのコースっすね。ここで出発便3つっすね。こうやって偏らせますね。いい感じに。さて、JAL1209 は離陸許可ですね。おー、このタイミングで来ましたね。エマージェンシー。はい、エアレス62に到着と。で、病人を乗せた航空機が飛来しますと。病人を乗せた機体は飛行中、ルート分岐の禁止。飛行中減速の禁止、増速時の減速は可能。ということは速度の維持おは増速は OK っていう形ですかね。で、機体の速度調整に制限があるため他の航空機と接近しすぎないよう注意して管制してくださいと。まあゆっくりなのかな。まあやっていきましょうか。はい、
お緊急事態確認。緊急事態の宣言で間違いありませんか。その通り、ちょっと待機。その通りです。すごい気になる。第1ターミナルだった JAL。スポット15に入れましょう。今のところ大丈夫だな。はい。はい。第2ターミナルに到着させましょうということですよね。南から来てますね。ARS622 について。で、早く、あれっすね、飛行機いろいろ移動させないと危ないっていう感じですかね、そうなると。けれども、この1325と1283は OK か、もう移動してるんで。あと SNJ65 も一旦待機させないと、このトーイング機、これか、このトーイング機が邪魔してる。いや、うまい設定してるなあ。これでチャレンジ達成しましたね。05からっていうのが。で、ARS622 が来てるけれども、先に、1325か。出発承認しましょう。SNJ65 は一旦待機っすかね。ちょっとこれ結構近いんですよね。ちょっと管制塔から見たら、ANA と、ま、ここの距離ですからね。まあ、ちょっと待機しましょう。待機すら指示ができないんかい。待機させて。待機させてじゃないな。待機の指示をさせて。おい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 。危な。で、JAL1256 は横断許可ですね。今んとこ 34L 使ってないんで、はい。で、ANH325。これどうするかっすね。ARS を優先するって考えて、まあ早めに着く、まあ早めに出発させるってなると 16R の方が良さそうっすね。で、これでプッシュバックし始めるので、SNJ65 は出発承認出しましょう。はい、ちょっと今の状況を見ていきましょう。出発便 JAL1209 は出発便、ANA は、トーイング中ですね。もうそろそろで、あ、これで終了ですね。ANA1283、05ラーメンの方に向かっています。はい。で、ANA1325 は今プッシュバック中で 16R から離陸と。で、SNJ65、もうちょっと待機させた方が良かったかな。けれども、こちらも 16R 使っていきましょう。あ、けど、このぐらい離れてるから大丈夫か。うん。で、早めに、これタッチング許可すれば OK かな。まあ、この距離だと、まあ、接近アラート出ないでしょう。で、到着便1機追加になってますね。JAL1196。第1、今2機、あれなんですよね。この 34L のこの滑走路使うっていう予定になってるんで、22か。で、次、エアドゥ、出発便の方ですね。こちらについては 16R にすると、ARS、エマージェンシーの ARS とニアミスする可能性あるんで、05を使いましょう。はい。で、ANA1283は離陸許可と、05から離陸ですね。さて、ARS622 エマージェンシーで、このマップのところでもエマージェンシーってなってますね。タワーハンドオフして、で、スポット55だから着陸したらすぐに、あれっすね。スポットに入れられる場所っすね。55っていうのは。だからそれまでに、この第2ターミナル付近にいる飛行機は、早く移動させておかないと危ないという感じっすかね。
はい、出発便 ANA1325、これ離陸許可ですね。16カーランウェイから離陸する飛行機ですね。はい、エマージェンシーのエアレッツ622着陸許可ですね。これで、第2ターミナルの、飛行機はある程度もういなくなったんで、大丈夫っすね。余裕ありそうだな。では出発便 JAL237 ですね。第3ターミナルから出発で 16R 使いましょう。まあ、前回の、そういうことか。タクシールート BC だと上側から行けるんですね。けどまあ近いタクシールート A 使いましょう。で、そろそろエマージェンシーのエアレース622が到着ですね。さてさて、管制塔から見てもアプリケーションエラーにならないと思うんで、これで見ていきましょう。これで到着っすね。あ、ここのマップでもエマージェンシーになってますね。はい、これで着陸と。で、C10 にして、で、スポット55っすね。で、先に SNJ65 離陸許可出しましょう。で、続いて、エマージェンシーのエアレス、この、ボーナスチャレンジのスポット55っすね。はい、入れましょう。さーて、ここでエマージェンシーのエアレス622到着ですね。無事到着ですね。うん。あ、なんか他。他の指示が溜まるのよ、こう見てると。見ておきたい時間、やっぱあるんですけどね、私の中で。もうちょっと時間、余裕欲しいな。あ、これでボーナスチャレンジ達成ですね。あ、こういうの見たいんだよな。救急車もこう設定されるんですね。細かいな。けど、指示。はい。ちょ、指示がいっぱい。いや、救急車。大丈夫かな。指示いっぱいよ、ほんと。ああ、これ、ああ、オッケー。で、JAL237、それより、ANA13870 ランウェイ使いましょうか。で、JAL237-16 ランウェイから離陸許可出しましょう。先に離陸許可ですね。はい、出して、その後に JAL1196 を着陸許可出したいんですけど、そんな余裕なく、次 SFJ32 1機追加になって南から来てますね。第1ターミナルと。第1ターミナルだから、34L 使いましょう。はい。で、JAL1196 は着陸許可と。で、続いて、エアドゥ37が05ランウェイから離陸許可と。このステージでしか多分、この急病人とかっていうのがないので、結構こういうの見ておきたいんですけどね。なんかこのステージのこの特別な、あ、ここで搬送されたんだ。救急車いなくなっちゃいましたね。じゃあいつも通りの感じになっちゃったな。あ、これで、その後に、他乗ってる方々を移動させるっていう感じか。なるほどね。はい。で、到着便1機追加になっていて、ANA324 ですね。こちらは、34L で行きましょう。第3ターミナルですね。で、ANA1266、34R のところに到着する機器ですけど、着陸許可出しましょう。で、ANA1266、これを着陸許可出したんで、念のため ANA1387、05から出発するんで、滑走路内体系ちょっと待たせましょう。はい。で、ANA1225 ですけど、
これも05使えますか。で、ANA12663 4R ラウェイの方に、ここで着陸、もうそろそろするので、ANA1387 は離陸許可出しましょう。はい。ここで安全っすね。はい。で、ANA1266 はここで着陸と。で、ANA1266 着陸したんですけど、ANA1225、こちらが今、タクシー許可したので移動し始めるんですけど、こことぶつかる可能性が出てくるのか。あ、けど、スポット54が空いてるんで、ここ使いましょう。はい。で、続いて出発便の VJC901、第3ターミナルから出発ですけど、これわざわざ 16L とか 34R とか05使うの遠いので 16R 使うんですけど、 34L に向かってる飛行機もいるので、このタイミングでタクシールート B 使ってみましょう。はい。そうするとここの 34L と、ニアミスする可能性も減ると思うんで、ちょっと使ってみましょう。で、JAL1012、あ、これ、指示できないかもしんない。南から来ていて 34L 使いたいけど、はい、できない。遠い 34R になっちゃいましたね。さて、そう言ってる合間に ANA324 が着陸ですね。思った以上に早いな。この VJC とニアミスしないか、ここをちょっと見ておかないといけないですね。で、VJC901 ですね。ここと、はい、ANA324 が今近いので、ちょっと一旦 ANA324 については一旦待機ですね。はい。で、ちょっと先に ANA1225 は離陸許可出しましょう。05から離陸ですね。まあ、ここの距離まで出れば OK でしょう。スポット111に入れましょう。まあ、やっと7分ぐらいので、この2機の操作すればっていう感じですかね。VJC901 については16R ランウェイから離陸なんですけど、ちょっと初めてタクシールート A 以外のものを使うと。で、一旦ここであれなんですよね。ランウェイ、22ランウェイのところを通るんですよね。なのでここで横断許可と。はい、ここで通りますと。まあ、こっちの方が、あれなんでしょうね。着陸便が 34L に来たとしても、こっちで、まあ、待機させれば、全然、前回のような危ないこと、ニアミスでゲームオーバーになりましたけど、そういうことがなくなるのか、このタクシールート B は全然使ってなかったですけど、これ有効活用できそうっすね。うん。というところで VJC901 は離陸許可出しましょう。さて、あと4分ぐらいですかね。まあ、この VJC901 離陸するのを見届けましょう。こうなったらもうちょっとあれか。拡大した方がいいか。で、今あれなんですよね。JAL101 にもうそろそろ到着するんですよね。まあ、先に離陸を見届けましょう。この視点もいいっすね、ほんとね。近すぎるとちょっと酔っちゃうか。はい、これで離陸しましたね。で、JAL1012 については着陸と。まあ、スポット9で、まあ、上通しましょうか。はい。あ、これで残り1分ですね。今回は問題なく完成できましたね。まあ、ちゃんと全部指示できるように、ちょっといろいろ考えながらやっていかないといけないですね。
まあ、それが課題かな今のところは。はい、というところでフィニッシュですね。はい、というところで今回ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。